リカとリコの幸せ未来計画タイトルコールかな私どうしよう、変えますか、二度目取りますか、いいですか、いいです、はい、いいです、大丈夫大丈夫、先生がよ、はい、美香さんがよければ大丈夫です、はい、はい、はい、受験築士の占い師、うん、占い講座講師ムーミリリースアカデミーの藤岡美香です、はい、はい、スピーチャルカウンセラーのルアナの店のイコです、よろしくお願いします、はい、はい、この番組は、はい、ゲストの方をお迎えして、はい、教えていただいたスキルを実践し、検証した結果をお伝えする。うん、はい、2番、私たちとゲストの方と視聴者の方たちのご縁を広げていく。3番目、はい、私たちの気づきやメッセージをシェアする、はい、そんな番組ですね。はーい。はーい。で、一応、この間ね、第5回、今日は第5回目でしたね。今日第5回目。今日第5回目です。5回目。はい。で、4回目は田村紀子さんに来ていただきましたけどね。うん。ね、バームテストやっていただきましたよね。すごく勉強になりました。面白かったし、自分がなんか、うん、自分を知ることができましたね。ね、自分を知ることできたし、ね、視聴者さんも、うん、視聴者さんもね、結構やってみられたようですよ。うん、そうですね、楽しんでくださった声が届いてますね、よかったです、うん、はい、で、今日のゲストの方は今日のゲストは、ね、はい、はい、メンタルセラピスト、はい、からおかんの経理サポートの加本恵子さんです、はい、はい、では楽しみです、はい、今日も楽しみです、はい、せーの、はい、恵子さん、イエーイ、イエーイ、あ、今日はよろしくお願いします。じゃあ改めまして、今日はメンタルセラピスト、おかんの経理サポート、倉本恵子さんです、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、では恵子さん、自己紹介をお願いします、はい、今日はありがとうございます。お招きいただきまして。ありがとうございます。お願いします。お願いします。まあ、ちょっと年がバレるんですけど、学校卒業後、経理士事務所で30年、税理士事務所で、所属していました。で、今も、現在、経事務職で続いてるので、うん、まあ事務歴40年ですね。はい。で、まあいろんなこともありながらスピリチュアルにも興味を持って、そういうまあ本当にいい先生に出会ったスクールに入会させてもらって、そして今セラピストとしても活動させてもらってます。で、まあ去年は東京のイワシフェアとか、まあ、大きなイベントにも出させてもらって、うん、で、その勉強する中でも美香先生にも会って、いろんなスキルを学ばせてもらっています。はい、現在進行形です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい。ねえ、すごい。もうなんか、40年って言われましたけど、ね、なんか税理士というか、事務をされて。で、そうですね。はい、ね、で、起業してからやったら2年ほどですか？そうですね、起業してからはまだ2、3年なんですけど、それまでにやはり、うん、確定申告までさせてあげれるお手伝いをしてきました。私は資格がないので、税理士の資格がないので、確定申告をしてあげることはできないので、うんうん、だからそれまでのお手伝い、その後はもうご自分でもうスムーズに確定申告ができるように、大変、ここまでのお手伝いを勉強されて、今度は、ね、はい、自分がセッションする側になっていくわけですよね。そうだね、すごい。そうね、私も不思議で不思議で、本当に不思議で、今でも思うぐらい。
うん、そこに入会させてもらって、それから、その中のスクールの中の話で、その先生も、みんなをそういうみんなを笑顔にさせたいっていう思いもある先生が、ハワイの BMSE っていう、ボディマインドスピリットエキスポっていう、イベントがあるんですね。そこに連れて行きたいっていう話も聞いて、ハワイで、ハワイのイベント、ハワイで、ああ私には関係ないなって思ってたんです、だってまだね入ったばっかして、そんなに、まだまだこれから勉強して、何年か後ぐらいには、そこにも行きたいなっていうぐらいにしか思ってなかったんですよね。すごいですね。そうしたら、それから2ヶ月後、先生の方から、恵子さん、ハワイに行かないっておっしゃるんで、ハワイなんてね、すごい。行かれて、もしかしてセッションされたんですか？そうなんですよ。参加したらって言われて。私がまだ2ヶ月しか、ね、スクールに入ってないし、で何もカードなんかも全然もうどっちが向いてるか分かんないし、でここからの特訓がすごいです、やっぱり。それから、4ヶ月の特訓が始まりました。カードセッションする極み、いろいろね、そういう。人の心をやっぱり楽しくさせる、笑顔にさせる、そういう先生のやっぱり特訓が始まって、で4ヶ月後、大丈夫よって言って言われて、で先生も、もし何かあったら私がいるから大丈夫、あ心強いね、すごい、そこはもうね、私いつも感動してるんですけど、その先生に、そこまで言ってくれる先生ってね、すごいなって思ってるんですけど、そう言ってもらえて、じゃあ行きましょう、行けるよって言われたので、ハワイデビュー、カードセッション、おー、すごい、ハワイデビュー。でもそのなんか本当に一歩踏み出す恵子さんもすごいと思います、なかなか本当に出せない、そうだねいくらマークをもらってもハワイだよそうだね、ハワイじゃなくても緊張したもんね、最初はやっぱしね、本当に、初海外ですよ、私も、初海外カードセッションしたんですよね、ハワイでね、2日間あって、30人ぐらいさせてもらったかな、そのデビューですよね、デビュー戦ですよね、デビュー戦で2日間で30人、すごいですね、いこさん、はい、ね、これはちょっと気になりますね、はい、そうですね、ぜひぜひね、してもらいたいような何かを、ゆかさんのはい、ねえ、ちょっと何か、私たちも体験させてほしいんですけど、ハワイってやっぱりアメリカは、こういうスピリチュアルなことも医療に取り入れてるって、どんどん、すごい、日本はね、やっぱりそれはちょっと占い的なものとか、転園する、もう、うわ、もうちょっと待ってみたいな感じ、確かにね、あるじゃないですか、でもハワイはやはりそれによってがんとかね、いろんな病気が改善されるとか、そういうヒーリングによって病気が改善されるとか、そういうことを取り入れてるので、もうやっぱりですごい各もう1年間ずっとしてるんですよ、いろんなところで。そうそう、ポートランドとかマイアミとかニューヨークで、そういう BMSE っていうボディマインドスピリットエキスポっていうのをしてるので、
まあ、それはやっぱり医療には本当に近くなってるっていうか携わってるっていうのがありますね。これそうだね、日本だったらね、癒しケアとかも出させてもらいましたけど、やはり、まあ、数が少ない、ちょっと占い的なもので興味半分で来る人っていうのがね、多かったりするので、でもね、どんどんね、それが発達していって、やっぱ医療にもね、取り入れてもらったら本当にね、ちょっとのことでなるんじゃないかなっていう思いもね、私も思ってます、ね、本当にこれからは変わってくるわね、きっと当たり前のようにね、多分こういうふうな形で医療に取り入れるような形にもなってくるんじゃないでしょうかね。意識が変わってくると思うのでね。すごい。じゃあ、おねだり何かさせてください。はい、美香さんのおねだりタイムで。はい。じゃあ、1枚引きのカードセッションをさせてください。はい。よろしくお願い、楽しみに、ありがとうございます。では、早速ですが、お願いします、けいこさん。お願いします。よろしくお願いします。はい、楽しみ。楽しみ。どっちからしますか？じゃあ、いこさんから弾いてもらってください。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい。はい、44枚カードがありますので、はい。で、これからシャッフルしますので、イコさんのところで、はい、してください。はい、わかりました。見てもらうときに、何か、心の構えとかあるんですか？あります。やっぱり、イコさんのことを思いながら引きます。カードをシャッフルします。はい、引きますね。はい、よろしくお願いします。いいところでストップ言ってね。はい、はい、お願いします。今で。今で。はい。今で。はい。何番目のカード、ちょっと気になった数字言ってください。7番。はい。1から44の中の7ですね。You are healing っていうのが出ました。ヒーリングされてる、あなたはヒーリング。癒されてる。はぁ。でも、ご自分を癒しているんだと思いますよね。ああ、そうなんだ。ヒーリングっていうカードが出てるので、やっぱり皆様に、ヒーリングしてあげたりとか、自分もやっぱり癒されてる、そのしてることによって癒されてる自分も、あ、分かる気がしますね。で、最後のカードにも意味があるので、怒りを解くっていうカードが最後にあるので、これはやはり怒りを解くっていうのは、もう大丈夫、自分は大丈夫だよっていう、自分へのメッセージだと思います。イコさん、何か思い当たる節ありますか？嬉しいものを揺らぐっていう意味もあります。わかりました。今のってビビッときました。特にわかりました。確かに自分に厳しいとかありますのでね、はい、もうちょっと言っていい、ほぐすっていう意味合いだと思います、でね、今日カードがお見せできないのはもう本当に仕方ないんですけど、すごいドリームバーチューさんのカードですかね。ですよね。すごい素敵な、ね、見せていただいたんですけど。はい、綺麗なカード。綺麗なカードなんですよ。こんな綺麗なお花のカードです。そうなんですよ。それで癒される。これはドリームバーチューさんの、思いもあるし、それから花、お花の、写真のカードなんですけど、それをやっぱりお花からのメッセージを受け取る人が他にいて、その人のコラボなんですね。だから本当に何ていうか、このカードからのメッセージは、その人にとっての本当のこれからの生きていく上の、メッセージとか、今悩んでることのメッセージとか、そういうのがもうすごく詰まっていると思います。なるほどね、すごい。メッセージもついてますけども、これ、けいこさんの直感とかもあるんですよね。はい、それはもちろんあります。やっぱり同じカードを引いても、その方によってメッセージが変わってきたりするんですよね。そうですね。やっぱりね、その人の本当に何をね、思っているかっていうことも
ったりとか、うん、やっぱりその人を見て、うん、私の直感でお話しさせてもらってます。うん、すごいです。素敵。うわ、なんかドキドキしますね、これ。はい、私はもうすごいいいメッセージをいただいたので、はい、じゃあ、 ありがとうございます。じゃあ、はい、よろしくお願いします。切っていきますね。はい、はいはいはい、ストップ。はい、何番目にしましょう。1から44のうち3で、はい、あの水星の、あの絵なんですけど、うん、水星、うんうん、愛を分かち合う。やっぱりママですよね。あのやっぱりね、自分のスキルをみんなに教えてあげる。あ、それであのアカデミーを発展させていく、うんうん、そういう、うん、あのメッセージだと思います。あ、いろんな、ね、ことを、ね、勉強されてる美香さんには本当にこれだと思うんですよね。すごいです。これからもやっぱりね、勉強されていくと思うし、それをやはり皆様にお伝えしていくっていう使命がこのカードに出てるんだと思います。で、裏のカードと、あの裏のカード、カードの中の一番最後のカードにも意味があるので、これは願いが叶う、スイートピーのカードなんですけど、いやーすごい、願いが叶うっていうカードなんですね。やはり自分が思ってらっしゃることがこれから先やはりあのいい方向に向いていく。おお、なんかちょっと鳥肌みんなのためになっていく、すごい、そういうカードがあの出てますので、やはりこれからね、あの精進していったら本当にあの皆様のため の、 あの本当にいいあのスクールになると思います。いや、でも本当に今すごいね、その分かち合うっていうかね、愛を分かち合う、すごいいい素敵なメッセージ、うん、本当にそういう風になっていったらいいなって、はい、もうだから一生懸命勉強しますけど、もう私にできることはもうなんかどんどん出していきたいみたいなね、うん、すごいです。ね、もうそういってね、私も会話してもらいましたよね。高度心理学もね、なりカラーセラピーさせてもらったんですけど、本当に美香さんの愛情っていうのは、あの本当にひしひしと感じているものがあります。そうですね。面倒見がいいしね、美香さん先生、美香さんね。うありがとうございます。もう今日これで終わりでいいです。ああ、そういうわけにはいかない。そういうわけにはいかない。そういうわけ。まあね、そうだね、最後にそう、私たちが満足して終わっちゃダメじゃないですか、イコさん。そうです、そうです、そうです、そうです。最後に視聴者の方の対してのメッセージでカードを引いていただけたらと思います。お願いします。私が、うん、まあ、ちょっとあの視聴者の方の、うんうん、はい、これからのことを思いながら、ね、コロナの、ね、あの影響もあったりして、ちょっと進んでる部分もあるので、よくするためにいきたいと思います。お待ちください。はい。いやー。はい、温かいメッセージだね。もうなんか満足して、しきってるでしょ。ダメだ。お風呂上がりみたいになってる。慕ってる。はい、ました。はい、はい、あの、プレッシャーと向き合う。ああ。やっぱりそうですね、うん、今のね、コロナとか、まあいろんな場面もあるんですけど、うん、まあ、それを向き合っていかないと、うん、あの、進めないんですよね、みんな。うん、だからこれを取り入れることは本当に大切なことだと思います。プレッシャーと向き合うのが出ました。それから最後のカードっていうのがやっぱり信頼、なんか自分を信頼する、うん、あのこれでいいんだよって、うん、と思うことも大切だと思います。あのどんなことはあっても必ずいい方向には向くので、これをあのコロナだからとか、うん、あれがあれだとか思わないで、うん、やはりあの、うん、前向きに進んでいけば必ずいい方向にみんな行きます、うん、それをやっぱり信じてあのやっていくと、うん、本当にみんながね笑顔になってあの楽しい世界が来ると思います、うん、ね、辛いって思っても、うん、それは自分だけのことなので、うん、それはもうね、うん、あの誰かにお話しするとか、ね、近くの人はね、うん、助けてくれる人はたくさんいるので、
そうですね。確かに。ありがとうございます、うん。本当にそうですね。温かいメッセージで。ね、すごい、少しでもメッセージいただくだけでも心が軽くなったりとか。そうです。本当にそうですね。みんな一緒だって思って。うん。結構頑張れる、オンラインとかでもちょっと、ね、セッションするとかいうことできるんですか？あ、はい、されてるんですか？受け付けます。うん、あ、そうなんだ。Facebook の、 プロフィールとかちょっとリンク貼っときますので、うん、またね、けこさんメッセージいただきたいという方はコンタクト取って、はい、そうですね、いただきます、うん、下に置いとくね、下にね、うん、下に入れとくからいやありがとうございます。ありがとうございます。またね、もうちょっと満足して終わっちゃダメダメだそうです。私もまだ聞きたいことがあるんですけどよろしいでしょうか？よろしいでしょうか？はい、はい。最近はね、これから起業したいっていう方もね、結構なんかおられるんですよね。で、経営のことをどうしたらいいのかっていうところで、気になると思う、気になられてる方もいらっしゃると思うので、はい、そういう方にちょっとね、教えていただけることがあれば、何かアドバイスを。うん。ね、サラリーマンも本当は、事業主さんなんですよね。はあ、給料をもらうことが、やっぱり所得になって、年末調整で、それぞれ税金を引かれた分の調整をする。それが、イコール確定申告になるんですよね。で、それから、医療費はそこにできないので、その後、ご自分でしないといけないけど、医療費、1年間でいった医療費を入れて確定申告していくっていう流れなんですよね、サラリーマンの方で。事業主さんもやはり一時社長さんなんだから、やはりもうその自覚を持ってやっていってもらいたいって思います。で、やっぱ売上の漏れがないようにしてほしいなって私は思いますね。ちょっとした売上、現金の売上でも、このぐらいはって思うんじゃなくて、やっぱりその売り上げもきちんと上げていく、それがやっぱり事業主さんのしての役割だと思います、だから通帳に入って、いく、振り込みでもらうっていうのは、それはそれで確定するんです。現金売り上げっていうのをやっぱり小売業の関係のとか、美容師さんとか、ネイリストさんでもちょっとした現金収入っていうのを見逃しがちなんですけれど、それをちゃんと記帳してこまめにやっていく。それから領収書は必ず何でも取っておく。後から取ることができないので、領収書なんかはね。だからもうたくさんあって最後に捨てればいいんですから。だけど、後から取ることはできないので、やっぱり何にしても生活の面にしても、やっぱり自分取っておいて、これは事業に行ったんだっていうことをやっぱ証明すればいいわけなので、後から取ることができないので、それはしてもらいたいと。それから医療費も10万円超えたらってよく言われますけれど、10万円超えなくても控除になることがあるんです。事業の所得が少ない、所得が少なくても税金を払ってる人、そういう人も医療費を10万円超えなくても10万円以下でも、その所得の計算からして控除はこれだけですよっていう計算のもとに、少しでも100円でも1000円でも変えることがありますので、それはこの医療費の方も、領収書とか取っとくってことですか？そうです、そうです。で、医療費なんか特にね、後からくれないので、病院に行っても、それから薬局、風邪薬なんかも今はなります。だからそっか、で、年間ね、治療院とか行ってでも今はなりますので、昔はね、そういうことはなかったんですけど、今はやっぱりね、大きく見直されてるので、そういうものもなりますので、そういうものを行った費用、家族のもの、家族が行った費用を、サラリーマンの人もそうです、取っておくといいですね。
サラリーマンだからって思ってても、家族のものはそういうふうにね、少しでも貯めておく。で、あと何かね、そこで確定申告で必要になることもありますので、その辺はやっぱり、貯めておくということがね、本当、無駄じゃないと思います。なるほど。全部解くっていうことですね。わかりました。やっぱり知らずにっていうことはありますもんね。お得な情報もね、その医療費なんかでもそんな安、はい、ね、10万円来なくても請求できるとか。うん。10万円超える3つですね。うん。10万円を引いた額に対しての、基礎、控除になるんですけれど、でも、ちょっと、少ない場合は30万円以下でも計算上控除になることもあるので、耳寄り情報もいっぱい、ね、やっぱし小さなうちだけでもつける、ね、そう本当にね、いろんなことでやっぱし気がついてないことって結構ねあるんじゃないかなと思うのでね、ぜひぜひ専門のね、恵子さんに、最後の本当に恵子さんにおかんの経理サポートしてもらいましょう。そうです、本当にそう思います。やっぱりそういうアドバイスしてもらうと全然違うと思うし、起業したいんですって言った時にちょっと相談してもいいかもしれないですよね。うん、そうですね。うんうん。もう全然無料ですので。ああ、そうなんですか。おお。無料ですね。私はもうその資格がない分、相談料は無料です。でも一応ください言うと、やはりその金額はいただくんですけれど、もう教えてって言ったらいつでも24時間じゃないです。あでも心強いですよね。本当に簡単に聞きたいと思ってもなかなか聞けない、はい、ですもんね。うん。全員一緒にいて、大丈夫ですので、LINE なり、Facebook なり何でも聞いてください。まあ、ありがたい言葉を言われて、もうどうしま、殺到するかもしれない、殺到するかもしれませんよ。嬉しいです。そうですか。そしたらいいけど、はい、ありがとうございます。じゃあ、最後ね、はい、恵子さんの社会計画は、はい、はい、やっぱりね、気軽に私のところに来てくれる人を増やす、そして笑顔にしていく。もう今まで寝られた方も同じなんです、本当に、気持ちは一緒です。だから一人でもやっぱり多くの人を笑顔にしていきたいと思ってます。まあ今入ってるスクールの先生の思いもそうなんですけど、やっぱりちっちゃなことなんですけれど、でもそれが集まれば大きくなるじゃないですか。だから皆さんと一緒に皆様を笑顔にしていきたいと思います。大切なことですね。すごい素晴らしいです。本当に温かいんですよ。本当に気配りがすごくて、恵子さんって、見えないところでこそっといろいろね教えてくれたりとか、もう本当にありがとうみたいな。もう私も本当心強そう。本当にそういうね。ちゃんと自分軸も持たれてる感じがすごく私は感じました。はっきり物事も言ってくださるので、なんか、聞きやすいし、答えもちゃんとこう、返してくださるっていうことが、すごく信頼できる存在っていう感じで。そこもこう、ビシッと言いながら、温かく大丈夫よっていう。って感じがしますね。本当にね、今日はもういっぱいいろんないい話を聞かせていただいて。ね。ジョーさん、視聴者の皆様へのメッセージも素敵でしたね。なんか、はい、列車と向き合いながら信頼していくっていう。そうですね。ね、いい言葉でした。本当に、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。もう、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、次回のゲストは次回のゲストは忘れた、はい、忘れた。次回のゲストはどなたでしょうか。はい。ちょっと、ね、次回のゲストはね、また忘れちゃいました、エコさん。はい。はい。はい、次回は、体、骨、顔、魂、あらゆるバランスを整え、ゆるゆるリラックスなお伝えをするサロン、
ハレユルリラの瀬島美子先生です、はい、すごい、また楽しみですね、また楽しみですね、体を整えて、体も魂持ってね、うーん、楽しみですね、素敵な先生、はいはい、またどんなお話が聞けるか楽しみです、ね、はい、では今日は恵子さんありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、今日もね、恵子さん素敵でしたね、はい、ご結婚もね、うん、突然のお願いを聞いてくださって、ね、ありがたいですね、温かいぴったりのメッセージいただきましたよすごい、美香さん、もうなんかテンション上がってましたでしょう。上がって、もう終わろうとしてました。そうですね。はい。もう、終わり、あ、ね、もう気分は、はいですね。私もなんか、ああ、そういう風な見方かって思いました。うん、ね。多分ね、もっと自分を大事にしていかなきゃいけないとこはたくさんあるんだろうなって感じで教えていただきましたね。ね、で、皆様に対してもね、このコロナの状況の中でも、ね、自分を信頼する。ピッタリのメッセージ。ね。いろんなプレッシャーもあるかもしれないけど、うんうん、そこはちゃんと向き合って自分を信じて頑張っていくって、そうだね、素晴らしいメッセージを、うん、でまたね、経理の方でもすごくね、なんかあの、ねね、24時間じゃないけど言われてましたね、 LINE でも Facebook でもね、メッセンジャーでも、うん、相談してもらったらっていうことでね、心強いですよね、心強いですね。そう、言われた方覚えてますか、経理。はい、覚えてます。しっかり現金をきちっとかくすることと、医療費とか、領収書はしっかり取っとくこと。そうですね。捨てるのは後でいいよ。いつでも捨てれるから、ね、もらえないからって。ねえ。これから、大変です、うん、利用したい方は、恵子さんにね、相談してもらったら、一番いい、そうですね、うん、そうですね、もう本当プロの方がやっぱり一番よく分かってられるのでね、最初はね、うん、お願いした方が絶対いいと思うし、後々もね、やっぱし、うん、なんていうんだろうな、持ちつ持たれつの世界だから、プロの人にね、自分の苦手なところはお願いしてっていうような、そういうふうなことは必要かもしれませんよね。知らないことたくさんあって、うん、後からね、聞いて、こうしとけばよかったのにっていうこといっぱいありますもん。うんうん、そうですね、で、うん、24時間しか時間がないから、やりたいことでこうね、うん、いっぱいになると、それまで、これまで、うん、あれまでってなると、やっぱり自分が一番疲れちゃう。そう、持ち屋、持ち屋。そう、持ち屋は持ち屋で、お願いすることはお願いして、自分のやりたいことに集中するっていうことも、すごく必要なことのように思いますね。そう、やっぱりね、時間はお金じゃ買えません。そうですね。あと、体力と、体力と。ね、本当です。はい。寝ずにはできません。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい、なら、皆さんがハッピーデイズでありますように。応援隊のミカとイコでした。ありがとうございました。次回のゲストは、晴れゆるりら、瀬島悦子先生です。お楽しみに。